ちょっとすいません、先ほど本当は1本にする予定だったんですけど、個人情報出ちゃったんで、もう一回ちょっと途中で分けます。でチェックっていう項目にして書きますんで、やります。で、これ今再起動させた状態になってます。でやる場合、新しくやる行う場合には、W2Web でエンターをしてやるとこういうふうになります。押してあげるとこんなふうになります。でこれをコピーして、で URL に入れればいいということですね。でリメンバーでやってあるのでもう覚えてありましたので、このまま OK です。でめんどくさいので、呼び出す毎回これやらなきゃいけないです。 W2Web はで一応ここ出てくるんですが、このコピーのペーストが結構めんどくさいので、ここにブックマークしておきます。そしたら次回から W2Web 入れたらもうこれ出てくるんですね。でまあこれで終わらせてもいいんですけど、ちょっとやってみましょうかね。ちょっと流れだけを簡単にやってみましょう。でまあ、ちょっと今回はニューでいいです。ニューにします。ちゃんと動作してますね。さて、これもめんどくさいので、まあアップダウン一緒に入れましょうか。これは原子2個分なので2と、あまりでしょう。でこうやってやっていきます。でこの後ろのところにアップダウン、ハイフンアップっていうのはアップとダウン計算してますよということですし、ハイフンに C がつく場合にはコンプレックスの計算がなされているんですね。もうすぐ終わると思いますね。まあここピンクになってるのも対応してるというのもよく覚えてるんです。で終わると、これちょっとタイムラグがあるんですけど、終わったらなくなります。まあいっか、ああなくなりましたね。これリフレッシュ押せばいいんですけど、リフレッシュ押せばいけますね。でいけました。んでどうしましょうかね。アナリシスでボタンもありますんで、ちょっと見てみましょうか。エナジーチェックしてやって、これでやるとアナリシスファイルでグラフにチェック入れてやるとこんな風になってまして、こういう風に取得してますよということですね。エナジーがですね、これ絶対値じゃないですね。まあいく、絶対値もどっかで見ることができた気がしますけど、まあここの中をね調べればいけるとは思いますけど、もう忘れました。まあいっか。まあこんなもんだということですね。OK ですね。じゃあ次。次は、タスクスで、どうしていきますか。でもここは、スピンアップセレクトですけど、オプショナルステップなので飛ばして、で、ネセサリーステップですね。まあ、いっか。3、1、2、これ1がここです、これです。で2がこれです。でもうちょっといらないの で3っていうのはこれとこれとこれ、3っていうのは正確には3っていうのはこれとこれとこれで3つです。3つで3ってことです。で1っていうのがこれです。で、2っていうのがこれです。
ということは3にすると123のこれになります。わかりますね。でよく使うの4だったりとかします。まあここに2番で4はつく、ここでは使わないんですが、これ D なのでこういう感じです。 D でまあ例えば D で4、これチタンですからね。チタン 3D サイトよく使いますね。で SP が効いてきますから、例えば3にして P で、ここが正確には C で、ここが正確にはチタンと、こういう感じの対応関係になってます。こういうふうになってるってことだけ覚えておいてください。でこれでセーブ、でこれ、これでこれ、これで DV プロットこうするとこんなふうになるということですね。ダウンも一緒です。ここからネセサリーステップからやっていって、でもうこれも書き換えたままの前のアップと一緒になってますから、あとはダウン、これを押してこういう感じ、こういう感じですね。うん、なってます。でスピンアップのボタンを押してリスプロットでこういうふうに画面が出たりします。まあこれはここでいいでしょう。じゃあ、バンドストラクチャーです。バンドストラクチャーは自分で作りたい、携帯を作りたい場合はこれですけど、なくてもこれからでいいです。ここから、ここから、ここからでいいです。ここからで、じゃあやってみましょう。ここから、これで、これ OK、 これで、ここに書いてありますね。これ飛ばします。でパラでこれになってますんで、キャラクタープロットするときはこれですよっていうのは、キャラクタープロットっていうのは SPD 分けていや出す場合です。でめんどくさいんでそのことやりません今回は。でここの EF ですね、 EF って書いてありますね。これをここの部分をコピーしてここに貼り付けます。ここが書いてありますね、フェルムって、フェルムって書いてあります。これ貼り付けます。でこれでセーブ、でこれでこれで、こういうふうになります。じゃあちょっとダウンもやってみましょう。ダウン、ダウンはこことこことここがもう一緒ですから、ダウンで、ダウンでこれということですね。でこれでいいです。これで終わりです。でチェックは問題ないですね。でこうやってやっていただければいいと思います。あと使い方は、まあ、他の動画で紹介してますんで、まあ、今回これでチェック OK かなと思います。で以上で終わり。